マリさん、こんばんは、しょうねー。さあ、まだ見ぬ白き、これ、水面かな？読めね、むずすぎるわ。歴戦を、待ちに待ったな。まあ、7鉄カードにも初見プレイの時強かったけど、やっぱりね、ちょっと、って感じだったんだよな。まあもう2回目、3回目からはもうそんな強くないみたいな感じだから、まあ強いっちゃ強いんだけど、矛盾してるな。忘れてくれ。で、金歴戦を。生放送、カプコンの生放送で分かってることは、色がメタリックなことだけ。で、まあ、歴戦より当然強いと。だからね、まあ、攻撃力と体力が歴戦より上がってると思うんだよね。で、問題は、新モーションと行動パターンの速度。まあ、恐竜がみたく、行動パターンがね、ちょっと 1.1 倍、1.2 倍ぐらいになったり、みたいな、のがあるのかなとも思ったんだけど、どうだろうね。まあ、何はともあれ、やっぱ新技。この歴戦用しか使えない大技。一つぐらいあるでしょ。いや、さすがに。だって、メタリックになって体力と攻撃力が大幅に上がっただけってね、そんなのなんかもう、やっぱユーザーが求めてるものではないじゃん。だそれはカプコンさん分かってると思うから、さすがになんかあると思うよ。いくぞ。メタリックかこれ。あ？俺目腐った？俺目腐った？あー、でも近くで見えるとメタリックか。こんにちはーす。いや、いきなりかよ。危な。はい。さあ、見せてくれよ。おめえの固有モーション。やばくないこいつ。いきなり殺しに来てるんだけど。はい。はい。しっかり避けて。うますぎる！耐えない。いや、これ耐えられた方がいいな。今思ったらなんか俺あれだし。HP150 じゃない。125くらいか、これ。しっかり避けて。ねえ、なんで避けんの？しっかり見切ったのに。お前、避けるわ。ウームが NG なんじゃ。乗れ。乗れないか。来た。てらー。あ、食らってる少し。オッケー、赤。でも、飛躍飲んじゃおう。そんなでも攻撃力高くないな。昨日生放送で歴戦生、歴戦キリンの練習するっつって、歴戦キリンやってたんだけど、なんか、あ、なんかよりメタリっぽく、メタリックっぽくなって、ちょっとやばい。ドスキルダメージ。さあ、こういうピンチというかやばい時も殴っていく。隙があったら殴る。それがハンターだろう。あ、もうこのモードになってからこういう技してくると思うんだよね。あ、誰顔面無理か。一旦研ぎたい感あるな。キリンで解くの難しいんだよな。今トウ。いやー、解けねえなー。で、はめ殺しに来るぞ。解けねえんだよ。ネルギガンでとキリンは解きにくいんだ本当に。オッケー、一旦飲もう。できれば一応潰しないで倒す。当たらない。画面、はい。なんかダウンしにくい。そんなことはない。オッケー、赤。やば、ドスキルダメージやべえや。これは歴戦もこんな食らったっけ。ドスキで歴戦も割とダメージやばかった気がするんだよな。よいしょ。やばい、耐えられなそうに来てても、ドスキには気をつけない。ドスキは無属性でしょ、だってどうせ。ここだー。ふざけんなよ。これだからギリはお前カブトアリ打ちたくないんじゃ。遠投いくか。あ、遠投、なんか耐えられそうに脱いじゃった。間違って。耐えられそうと自分から脱いでナメプしていく。画面当たんないか。当てろ、むしろ。生泥狙いか。画面オッケー。なんで今のは当たったやろ。さすがに俺は認めねえかんな、お前のことなんで。やべやべ、これホーミング何が変わってんだろうね。メタリックで攻撃力上がってあれぐらいしか分かんなくない。オッケー、赤。あ、やべ、できなかった。
しかも平らの色を自分から脱いだのがすごいあだになってる気がする。ホーミングじゃないね、この雷。歴戦王になったらホーミングするかなとか思ったけど、そんなことならない。乗れ、よっしゃー。やばい、達人のエントロコア切れる。あーもう切れちゃうなー。あー切れちゃった、くっさー。会心率 100% 顔面カバトキジマリやりたかったよ。これ顔面埋まんないの大丈夫だよね。待てよ、すごいダメージ入るな。おれとんでもないところに下ろすな、俺を。これで、この角度かな。移動もなしで画面に、いや、移動はした方がいい、ちょっと。ええー、2発しか画面に来らなかったよ。マジかよ。それは NG。画面、画面。オッケー、今の流風力。そう、カラミティペインで来てる理由が、流風力欲しいっていうね。カッチカチになられても困るから、逃げ捨て。よーし、よしよし。よーしよし。いいんじゃない?何が歴戦記念だよ。固有モーションねえのか、まさか。おい。はい。あ、硬い硬い。さすがに弱んねえか。まあ、そうだよな。さあ、こっからは強気にちょっと回避の総意よろしいか?強気で行くぜ、バカ野郎。男たるもの強気だろ、歴戦。歴戦、歴戦って何?なんか語尾見たくなった、今。歴戦って語尾見たくなった、今。ちょっと待って、どつけるダメージやばくねえか。たまったもんじゃないぜ、こんなん。当たんなよ。あぶねえ、怖っ。ヒヤッとするわ。マジかー。飛躍のも、ちょっとグレート1個じゃ、これあれだわ。早く飛躍。えっ、鍵の沿い間違って抜いちゃったんだけど、何俺さっきから何でナメプしちゃうの。俺趣味はナメプです。いや、急に害悪個体みたいな動きするようになったな。害悪すぎー。そうそう、ちゃんとそういう動きしてくんないと。顔面切らしてくんないと困るよ。こっちタチなんだから。あんま相性よくねえんだよ、おめえ。赤ドスキンのダメージやばい。きた。ちょっとカブト割りやりたかったけど、抑えろ抑えろ。抑えて抑えて、しっかり抑えて顔面、抑えて顔面。いった。あーあ死ぬ。あぶねえ。いや、はや、殴れねえな。いきなり害悪みたいなモンスターだった、ほんとに。はい。はい。ダウン取れなくない?やっぱ歴戦をちょっと、あれが、当たるか。やばい。ちょ、害悪モーションして全然攻撃できないってさ、どうしても攻撃したくなっちゃってさ、今みたいなところで突っ込んじゃうから、抑えないと歴戦は勝てないと知らんけど。はい。大丈夫か、これ。あっ、危な、ギリギリだったな、今。ちょっとやばいな、落ち着こうか。ちょっとペース乱れてきてるな。自分、転身よろしいか。はい。ペース乱れてきたら転身で一番やれてんだよ、それ。はい。何も怖くない。何も怖くないよ。転身があるから。はい。はい。攻められる、攻められる。転身だからできたこと。おいおい、おいおい、どう、天心やばくね?これ使ってみて分かるけど、これチートなんだよな。撤廃早よ!天心の人、撤廃早よ!チートすぎるわ、これ。まあ、あったら使っちゃうからな。やっぱなくしてもらわないとね。なくすというか、30秒ぐらいにした方がいいと思う。30秒じゃ短い?これもう弱んじゃないから、まだ弱んないかな。割と切ってるような気はしてる気はな。どうや?どうや?はい、顔面顔面。オッケー、最後に一撃が顔面当たればいい。転身。え、転身やばくない?転身やってから火力桁違いなんだけど、もうバリバリ顔面殴ってから、ほんとに。当たるなよ。オッケー。はい、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 おーい、はい、待って待って待って、こいつ固有技なくね?嘘だろ?これ固有技なくね?たまたまやってきてるだけが?大丈夫か、これ。固有技ないと、またみんなツイッターで、キリン歴戦よ、固有技ないのかよ。
ってリプじゃねえわ、リプか、俺にリプが飛んでくるわ。ハロー、俺は目の前に死ねるといい度胸だ、つかやばっ。これよくわかるわ、こうやって見るとメタリックだね、メタリックだってか、なんか純粋にすごいかっこいい、ただ純粋に。8人の円筒を置いて、さあ、マジだ、ここ、オッケーで顔面いきたいと思ったけど顔面無理だったわ。最後はやっぱ達人の遠投でこう強気で倒すっていうね、それぐらいやっぱやんなきゃな、実況者として。耐えられの素になって捨てたわ、もう捨てた、一生使えなくなったわ。はい、どうしたどうしたどうした、俺は強気だぞ、お前も強気で来いよ。なんで当たんねえんだよ、見ろこの滑空の総意なんて来てるんだぞ、俺は強気で来いよ、お前もこっちとら滑空の総意やぞ。死ぬ、あぶ、いや範囲広いっつ、なになに、ちょやめて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 、なになに急に、びっくりした今、そういうことか、それで決めろってことか、オッケー任せろ、行くぞー。リスクリスクがでかすぎるだろう、お前どんだけリスクできるんだよ、いくぞーリスクがでかいけどやめらんねえこれ、はい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 、今だ、あ当たった、おおええやん、何がいいのか全く分かんないけど、見たか、そしてこれがとどめだ、しかと見ろ、これが歴戦よ、初見プレイだ。なんで決まんねえんだよお前、これで決まったらもうあのコメラは吉田もかっこいいの嵐だったお前、決まれー、どんだけやっぱ体力さすがに高いな歴戦よは、ちょっと高いよね、くらえってもうさ、ほんとに自己理想だから早く死んでくんないと困るよ、俺こういうの始まっちゃうんだから、俺はやめらんねえんだよ、自分の意思はどうにもできねえんだよ、なんだマジで、溶かせてもくれねえのかこいつ、よしよしよし、かっこよそうに長くね、まだ遊んじゃうよ、じゃあ俺まだ遊んじゃうよ、ここだバカ野郎、おら終わんねえ、これで決める、そういう決まり方、大竜目食石こんなのあったっけ、だ、え、大竜目食石あったか、あったっけあれこれか、厳重チケット、これだ、チケット方式か、あーなんかこういう素材欲しかったな、なんか何なんだろう、厳重のさ、なんかわかる、まあ、キリンだと角だからさ、ちょっとかっこいい角の名前のさ、欲しかったな、可愛く龍脈一石、多分これ固定だな、この報酬の並び方だと。タッチ早中痕が、まあまあ早中痕大好きだからいいや、はい、てなわけでこんな感じかな、弱い